おじいちゃん。何の？こんにちは。おはよう。おはようか。今おはようか。朝の7時半か。おじいちゃん前報告しましたけども、本出しまして。本出しました。俺が出さんなんてかってテレビでやったっけな。俺が出したんだけど、うん、じいちゃんの本を出したとか、まあ、ほぼじいちゃんが出したのと一緒なんだけども、うん、そうそうそう、なんだ俺が出したんだ、俺が本を出しましたからじゃあ僕らでってことね、うん、じいちゃんだけじゃなくまあじいちゃんだけなんだけど、いいんだけど、その本がき、昨日、一昨日から発売されて、発売してんのも、もう発売して予約販売ね、5月の29日にお店に並ぶんだけど、あ、今予約販売をしてて、それで何位だと思う？1位。舐めちゃいけない確かにな、1位って言ってあげたかったけどな。なあ、1位にはなんないんだ。最高でいろいろランキングあるのよ、うん、で発売日とその次の日までの人気度ランキングっていうやつなんだけど、うん、確かそのくくりなんだけど、分かんないけど、分かんないけども、うん、それで2位だったの。おお、2位でも大したもんだな。2位でも大したもんなんだけど、うん、今その他にも本がどんどん出てくるじゃない、うん、だから最新リリースっていうランキングで、分かんないと思うけど、よく分かんないと思うけどが今11位なのよ。そうだから、あ、引き続き結構皆さんにずっと買っていただけてる状態今、うん、あ、で1位になる可能性もあんだ。全然あるけど結構差があるから、競争率が、うん、結構きついかもね。だからいっぱい宣伝してんの一応。まだその普段動画見てる人たちもまだ販売してたんですかっていう人多いのよ。まだ知らない方がすごい多いから、とりあえず毎日宣伝して、1位を目指す、もしくは1万部、まあ、1万部と言わずに何万部も、もう5万部ぐらいまで。5万部ったら大変なんだな1万部だってじいちゃんの目標の5倍だからね。いや、まあそこまでは多分さすがにきついかもしれないけど、まあでもね、1位な、うん、まあ読者の皆さんに感謝しなくてもありがとうございますって。ほんとそうよ、うん、読者というか買ってくださった方ね、読めるのは5月からだから、大変なもんだな。本当だな、うん、感謝感激だな、うん、本当にそうです、うん、だからね、ちょっとこれからもこの何、告知とかお知らせを頑張ってね、うんうん、今この僕らのことを見たことある人には別にね、絶対帰ったわけじゃなく、本が出たんだよってことをね、お知らせするべきなのかなと思って、うん、うん、まあそんな報告ですわ、朝一の。またなんか昨日休まず、テレビで映してたんだ、あ、やっちゃんが、ね、うん、なんだって言ったら、うん、本だよ本、うん、俺何も知らないからよ。じいちゃん知らねえのおかしいじゃんかじいちゃんに本が出ますよって言ってる動画で、うん、じいちゃんが知らねえのおかしいじゃんかじいちゃんには言ってんだから絶対に、俺知らねえでこんなん出てきたらおかしいじゃんか、うん、それはおとぼけが過ぎるよそりゃやめてくれああ、本当だよな、うん、まあまあ読者の皆さんに感謝感激だ、うん、うん、ありがとうございました。本当だね、ありがとうございましたって、まだまだこれからよ、じいちゃん、うん、ありがとうございました今日、何食べる？お昼、
お昼の飯炊かなくちゃいけないんだから。いや外食い行ってもいいし、うん、なんか食いてえもんあれば買ってくるし、特に別にこれがだって言うんだけどねえ、うん、分かった、適当に作るわじゃん、はい、昨日政治が折り箱買ってきたんだよ。なんだ折り箱って、あのなんだろう、箱にこう段ボールの箱、段ボールじゃない、なんて言ったの、折り紙、なんだ折り箱って、カンナの削ったり板のビット、ビット、なんでかっちゅうに鬼食わしてんのな、なんでだって、なんでだって、うん、あれじゃん、陽子ちゃんの時は、うん、やっちゃんじゃない時はさ、そういうお弁当買ってきてくれんじゃん、いつも。もう買ってきてくれたんだ、今回は。今回はじゃなくて、いつもそうじゃん。いや、いつも自分で作って持ってくるんだよ。あ、作ったお弁当なんだ、あれ全部。うん、作った弁当。そうなんだ。うん、へぇ。うん、買ってきたというんだな。今だったら自分自で作ったやつを持ってきてたんだよ。うんうん、昨日は違うんだな。まあお弁当もお弁当だけどな、いつも。あれ俺は飯食いきんねえから、うん、あれ持ってて食べろったの。あれ作ってないよ、うん、あれ作ってない、作ってない、うん、あれはお弁当です、いつも。なんだろう、ごちそうになっちゃった、はいはい、なるほどね、はい、まあどっちでもいいけども、はい、じゃあなんか ありがたいほど、みんなに応援してもらって、うん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 、とりあえず俊介も弁当を買ってきてくれるし、じいちゃん私も買ってきてくれるし、じいちゃん、うん、俺弁当ほぼ買ったことないでしょいつも作ってるでしょよ、なんで俺まで弁当になっちゃうのよ、うん、はい、ありがとう、はいはい、ありがとう。